ブラジル対クロアチア。本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合がありますよね。それと攻めの動きだけではなくてディフェンス面も見ていきたいですよね。そうですね、ブラジルとしては特に相手のディフェンスラインをどう崩していくか見ものですよね。なるほど。選手が入場します。選手たちの様子ここからも見えるんですが、ルシオスタメンでの起用ですね。非常にコンディションがいいと聞いています。カメラさん、カメラさん。はい、どうぞ。岩本さん、その選手の情報ですけど、開始前の練習を見ていたんですけど、体もこう非常に軽く調子が良さそうに見えましたよ。そうですか、ありがとうございます。本日のピッチレポーターは岩本のテルさんです。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。カカ、中盤のプレイヤーです。そろそろ試合が始まります。さあ試合開始の笛が鳴りました。ブラジル4バックで来ましたね。そのようですね。右へ回す、小さく回します。カカ、遠目からシュート、これは惜しい。もう少し待ってから行ってもよかったんですけどね。ヘッドで競る、競り合った、下げてここはジュアン、これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。さあ速攻、ロナウ抜き去ります。サイドネットです。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いいシュートでしたよ。ここはしかしロナウジーノ、右へ出した、チェックが効いていました。バット繋がったか、これはここで詰めている。きた、前半始まったばかり、ブラジル先制しました。アドリアーノ得意の利き足、最後は落ち着いて決めてきました。ブラジル先制しています。いや、しかしね、これで相手のモチベーションも上がりますからね。まだ分かりませんよ。前へゆっくり送ろうという場面です。そしてボールはここまで来ています。ブラジル、ここはしっかりと守りました。カナリア軍団が攻めます。大事なところ、どうだ、行くか、ブラジル今のところ1点リード。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。はい、中に1人いる、サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。さあ競っていく、前へボールが出て、さあ動きが速くなる、チャンスになる、来たか、あっと、いや、こういうとこ外したらいけないんですけどね、今のは決めてほしかったですよね。いいディフェンスですよ。ここで奪い合う、バラマン、プクロ、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一方及びません。まだ上がっていきます。あっとクロスバーが預かりました。ちょっともったいなかったですね。惜しかったですね。
バラマン、うん、いいプレッシャーだ。チェックに行く、前に出した、ここから行った、弾いた、コーナーです。ボールを蹴るのはカカ、中を狙ってくる、来たか、ポストの右。しかし今のコーナー危なかったですね。そうですね。でもしっかり合わせてきましたよね。こういうところは日頃の練習の成果が見える場面でもありますよ。プレッシャーをかけます。右へ出す、もう一回シュトル、競り合った、ドナウ、今のところ3本のシュートを打っていますが、ゴールにはまだ至っていません。下げて、どうだ、キーパーパンチング、右足で、さあ跳ね返した。さあ今の場面、いいですね。うまくスペースを潰しました。カカ、ここからいった、キーパーを防いでいる。ブラジル2本目のコーナーキック、ブラジル得点のチャンスを迎えます。さあボールが入る、おっと競り合います。さあこっからだ、あーフォロー遅いですね。さあいけるか、入るか、ゴール、ブラジル大きな大きな追加点、アドリアン黄金の左足。でもボールはポストに、ブラジル2点を取ってさらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、余裕ありますからね。ああいいカットですね。うん、ボールを奪われていますクロアチア。さあ狙っていった、ここはなんとかクリアです。ゴールクロスはどうだ、ここで奪い合う、後ろからチェック、今行きますよ。さあ固まっている、うん、ちょっとここで時間を止めました。さあリスタートになります。蹴り込んだ、ポストに当たる、キーパーがっちりキャッチ。カビラさん、ロスタイムが2分です。今紹介がありました、ロスタイム2分です。さあ前半ロスタイム、これが繋がらない、行くか、いいディフェンスを見せます。ここでホイッスルが鳴りました。前半が終わりました。現在2対0です。見ていると前半の中盤あたりから急に激しくなりましたね。前半の最初の頃はね、ほぼ互角の動きを見せたんですけどね。ブラジルとしては相手が徐々に精細を変えていくところをうまく切り込みましたよね。それではここまでの動きを、さあ後半の笛が鳴りました。これは通りませんでした。カメラさん、アレイ側なんですけど、ピッチの横で選手がウォームアップするように言われてますね。なるほど、交代があるようです。いい位置にいました。クロス上げるか、遠目から、かろうじてクリアしました。前へボールが出て、ここから久保矢を見る、うん、いいプレッシャーだ。奪いました、通りません。
マット足で行きました。これはファールになります。スイラ、ここで主審に呼ばれています。これは注意だけですね。ここからのフリーキック。クロアチア、ここはピンチを出しました。今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしょうね。おっと、空中での競り合い。ここで流れをつかみたい。おお、中央からいった。中がちょっと寂しい。おっと、クリアが小さいぞ。真ん中へのクロスが出たんですが、ここでは通りませんでした。左サイド、遠目からシュート。左からのコーナーキック。ここは得点したいところです。さあ、ここは入ってきた。強い、いくか、シュートに行く。あっと、ポストのわずかに右。さっきのような攻撃でさらに離されると、これはもう致命的ということになります。そうですね、決められるととどめを刺されると言ってもおかしくないですからね。久保矢尾競り合った。カメラさん、カメラさん、ホーム側なんですけど、もっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。ああ、なるほど。右サイド、おっと、長すぎましたね。ジュアン、ディフェンダーとしてプレーします。左から攻めていきます。回します。ロングシュート、キーパーしのいだ。コーナーキックになりました。上げるのはカカ、中に入れる。ここはなんとかクリアです。ブラジル、この時点で2点のリード。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきた。ゴールドゴール、3点目ブラジル。全く手を抜きません。カカ、ゴール右隅に決めてきた。気持ち的な余裕といいますか、リードしている方もこれになっちゃった、そんな感じですよね。さあ、クロアチア3点差をつけられました。ここにロベルト・クナッチ。さあ、追い上げたい。大事なところ、クロアチア、ここで控えの選手がアップを始めました。中央、ボールが出てきた。打った、リスティング、コーナーです。ゴール前うまく合わせたいですね。さあ、狙っていった。折り返せるか、奪います。ここはヘッドでクリア。右へ出した、競り合った、狙ってきた。かろうじてクリアしました。これはファールを取られました。ここは戻します。これはつながりません。まもなく後半の30分が経過します。と、決定的だ、しのいだ。コーナーキックになります。ここは大事にいってほしいですよね。さあ、ボールが入ってくる。頭だ、決めた。ヘディング、ブラジル、また突き放しました。最後を決めたのは21世紀の怪物ロナウド。やってくれます。スタジアム中が大歓声で揺れている。さあ、ブラジル4点リード。ブラジルとしてはやりたい放題できるって感じですよね。何点差でしょう。左サイド、外から行った。
さあシュートだ。フィスティング、危ないところでした。おっとまたスローイン、コースを探している、流し込んで、これを決められない。大きなチャンスでしたね。残念です、そうですよね。ブラジルいい攻めを見せてきました。カカ、ここで受ける、本目からいった。若干力入りすぎましたけど、長い距離でも十分に狙ってこれるということでしょうね。ゼロベルト、少し出して真ん中から上がっていこうというところ、ロベルト・コナッチ詰め寄られました。かろうじてクリアしました。パスをつないでいくロアチア、さあここまで押し上げてきました。さあ1対1だ。いやー、どうだ、決まった、入りましたね。ブラジル、とどめの一発。アドリアン、ハットトリック。この辺の積極性がね、素晴らしいですよね。最後は落ち着いて決めてきました。いやー、いいセンスしてますよね。ここはしっかりと決めてきました。いいプレーだったと思いますよ。さあリプレイ画面が流れています。ロアチア大差をつけられています。さあ後半40分を回りました。ロベルト・コナッチ、ここからの組み立てが大事です。縦へ、これはパンチング。さあコーナーキックです。ブラジルチャンスです。さあどうか、動いた、なんとかクリア。後ろからのマーク、いいディフェンスを見せます。クマヌリッチ、カメラさん、カメラさん、はい、岩本さん、ロスタイムが4分です。今知らせがありました。ロスタイム4分です。結構止まってましたね。ここはディフェンスされました。オレン軽く出して、うわ、グラウンダーでした。いい弾道だったんですけどね。北澤さん、クロアチア、はい、先ほどからフォーメーションが変わっていませんか。はい、 3-4-3 になってますね。ただ少し流れが変わったかなとも感じるんですよね。実際変更前と比べるとシュート減ってるように見えますからね。ああ、そうかもしれませんね。コーナーキックになります。来たか、一旦受ける、ここはなんとかクリアです。長い笛が鳴りました。タイムアップ、5対0、ブラジル見事大差で勝利を得ました。